サイドプレイヤーにボールを預けています。ケネディミックスから一度外に出して中野司が外からのスリーポイント、さっきの場所とは少し違う、もっとコーナー寄りの実は折茂武彦は今シーズンまだホームゲームでは得点がありません。そのホームゲーム初得点が待たれるという今日の一戦にもなっています。そうですね、取ってパスを回します。ペッパーズショットクロックが残り6秒5秒になりました。インサイドに通そうというパスですが、ここがタフショット、一度預けてスリーポイントシュート決まりました。さあ2回目の攻撃を仕掛ける富山、エースのライオンズ、ここは豪快にゴリゴリと押し込んでいきました。決まってバスケットボールカウントです。崩しながらおそらく片足で踏み切ったんですかね、両足踏み切りで片手シュートですからね、はい、29対21になりました。ここはカミングス、あ、ここはディフェンスマーク厳しい中ねじ込んでいます。これ今のフェイダーウェイシュートという後ろに飛びながら、はい、見事なプレー。さあ残り2秒、1秒のところで決まりました。ブザービーター2点に到達しています。壁から前田悟、前田からペッパーズ、ここはボール下争いのところですが、しっかりシュートをねじ込んでバスケットボールカウントになりました。パーズに与えられます、この得点、まあ、ただね、さっきパーズがボールを運んでいきます。壁、ここはドライブで切り込んでいく、パスを受け渡して山田大二、オンポイント差です。差はわずか。菅沢不入、オールラウンダーの不入、菅沢がロングスリーポイント来た。その中で80点まではあと10点と迫っている北海道。さあ最終の第4クォーターがスタートしました。この第4クォーター最初の得点は富山グラウジーズ、ライオンズ、ここはボールの出しどころを探しています。ペッパーズ、ペッパーズから預けて決めました。これで同点。シュートを見てももう当然全員が集中しているっていうのと、もうここまで来たらそうですね、でもやはり、まあ、この攻めるような守備が富山は功を奏してますから続けると思いますね、はい、リバウンド抑えて沈めた。バスケットボールカウント、北海道逆転、さらにはボーナスワンスロー、リバウンドをまず抑えたミークス、そしてこのゴール下の戦場を見事に、これで5点差になりました。ロングパスが通った水戸、決めた。これで7点差、決まらない。外に預ける、あ、スリーを打たずに最後中野が決めた。しかしそれと同時に試合終了のブザーが鳴っています。96対94。